どこが新しいんだと思う？左にハンドルがありますよね。おお、いいところに気がついたね。回すハンドルが。そう、クランク、クランク。うん、そうそうそう。で、これは作ろうと思えば作れなくはない。うんだけども危ない。敵さんははしごかけてわーって登ってきて、ここを支点にしてテコみたいになってて、こいつをこっちに引っ張るとこいつがニューっと、そういう防御壁かなり原始的な防御壁で、これもまあ効果のほどはわからないけど、どうやって途中でこれはぜてんのっていうのがわからん。そうはうまくいかんやろっていう。火縄銃がいっぱいここについてんだよ。致命的な欠陥は狙いが雑になる。狙いが雑になるね。またさ、一個一個全部詰めていかなきゃいけないんだよ。ものすごい時間かかるんだよ、これ。進まねえんだよ。よくね。その方が絶対エネルギー効率もいい。水平垂直変換すごい好きなんだよ。要するに運動の方向を変えることにすごく興味があるんだよ、この人。だからもう最初から作られもしないわけですよ。だから、思考の、まあ、いろんなこと研究してるのは、その解剖とかね、やったやつとかもいろいろあるんだけれども、多くはこういうなんか兵器とか機械の設計が書かれてるんだよね。で、それをもっていろいろ発明したということになってるわけですよ。じゃあ、ここで言ったものって、どんなものがあるのかなっていうと、例えば、透析機は、こういうことなんだよね。うん。これ、アトランティコ諸行っていうやつに載ってるんだけど、これわかる？どう？ここに石乗せるわけさ。はい。バッティングセンターのピッチングマシンみたいに、ブーンってなって、石を投げるんだけど、こんなものは大昔からあるわけですよ。そうです。で、どこが新しいんだと思う？左にハンドルがありますよね。なんか一番。おお、いいところに気がついたね。回すハンドルが。そう、クランク、クランク。うん。うん、クランク、これあるよね。そう、そう、そう。回して、うん、こう、力を貯めて、そう。弾けるみたいな。そうなの。その力どこかで、これ。この両方の角みたいに出てるのが、これがでっかい板バなんだよ。だからクランク巻いていくと、これそれぞれ逆方向に紐が巻いてあって、キリ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 、こいつをこうしならせて、弓みたいになっていくわけさ。それで、カチャってそれ離すと、こいつがだからこういう風に締まっていってるわけだよね。パーンってなると、こいつがブルーンってなって、飛びますよっていう、そういう仕組みなんだよ。だからこれをやるためには、このクランクで、ゼンマイ巻くときみたいに、カチ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 って出て、止まる。止まりながらこう巻いていくことと、それの一発解除ができないとできないんだけれども、でこれは作ろうと思えば作れなくはないですよね。だけども危ない。もしここ切れた時に大惨事が、それだけ強い板バネだと、もしこれがどっちか片っぽでも切れた時に大惨事が起きるっていうのはあるけどね。まあこういうふうに作ろうと思えば作れるものっていうのもいろいろあるわけですよ。でいろんなこと考えてるんですよ。これ何してる？人がなんかしてるよね。塀の向こうに渡る、うん、惜しいね。ここにはしごがあるよね。はい。はしごを登ってきた人を落とす。うん、近い、近い。近い。近い、うん。これ、当時はほら、どの町も城壁で覆われてるわけだよ。こういう壁でね。うん、で、そこを攻めてくるときに、敵さんははしごかけて、わーって登ってきて、で、何人かが中に入って、中から門の鍵を、門を開けて、ダダダダって入るわけだよ。うん、で、このはしごを登ってくる奴らを落とすと。で、どうやって落とすかっていうとだね、この塀のところにでね、横棒があるわけですよ。こういう熊手みたいなやつで繋がってるわけですよ。ここを支点にして、テコみたいになってて、こいつをこっちに引っ張ると、こいつがニューっと、
スライドする。そう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 。そういう防御壁。かなり原始的な防御壁で。普段はこうなってるから、こう横棒があるようにしか見えないんだよ。で、敵が安心してはしごかけてわーって登ってきたところで、せーのってギュッてやるとはしごが倒れますよ。これもまあ効果のほどはわからないけど、実現はできるよね、これもね。なんだけど、やっぱり怪しいものも多いわけですよ。で、さっきの自戦場に書いてあった、運びやすくて雨あられと弾を増やす大砲。これどういうことかっていうと、こういうことらしいんだよ。だからこのでっかい大砲で、ウォーってやると、途中でこう分かれて、さらにこう敵陣でまたパーンと外れて、まあ散弾だね。まあクラスター砲弾みたいなやつなんですよ。ここからでっかいやつを出すのはいいんだけど、どうやって途中でこれ外れてんのってのが分からん。これで、どうも単にこれ、バスケットボールみたいなやつにの、ゆるゆるのやつに包んでて、その打ったショックで、それがほどけて、途中でバラバラになって、もう2番目にちっちゃいやつが出てきて、そいつが今度落ちたショックで、バーンと出てくるということを期待してるらしいんだけど、そうはうまくいかんやろっていう。で、これもよく出てくるやつなんだけども、ヨナルドがマシンガンを発明したって言われてて、多重心砲っていうのかな？これあの、表現物っていう漫画でさ、日本に入ってきたことになっててさ、あの、明智光秀の娘の細川ガラシャ夫人が、あの、堺で敵に包まれた時、これぶっ放して対抗するっていうのがあって、笑ったんだけど、これわかるよね。火縄銃がいっぱいここについてんだよ。これもまあ似たようなもんなんだよ。まあこれ運びやすい。まあこれのさ、ポイントは、これですね。これは何のためのもんかはわかりますか？同時に火をつける役目ってことですか？ちゃうねん。これはだからこっちを押すとこっち下がるじゃん。うん、はい。ここへこめると上がるじゃん。角度調節なんだよ。うん、ああ。このウォームギアってやつで角度調節するっていうのは、うん、まあなかなかのアイデアなんだけど、致命的な欠陥は狙いが雑になる。狙いが雑になるね。それ以上に、火縄銃なんですよ。一回一回弾込めるんですよ。これ、パパパパパパンって撃ったはいいけどさ、そしたらここパッコン開けてさ、またさ、一個一個全部詰めていかなきゃいけないんだよ。ものすごい時間かかるんだよ、これ。それだったら、織田信長のあれじゃないけどさ、三列になってさ、交代でやっていく方が良くないですかっていう。確かに。これが特徴なんだよ、レオナルドの。一見すごそうなんだよ。一見すごそうなんだけど、よく考えると、言うほどこれ便利じゃねえな、みたいなやつが多いんですよ。でね、極め付きは、あの、自戦場の6に書いてあった、安全で敵を壊滅する、有害、蓋付き戦車って書いてあるんだよ。これなんだよね。これも若本がプラモを作ってきてくれた。これね、このプラモ俺も昔作ったことあるんだけどね、もうすぐぶっ壊れんで、もうゆるゆるなんだよ、これ。ここに全部大砲がついてて、四方八方に撃てる。すごい。で敵の弾は全部この、角度がついてますから、こういうふうに当たらんと。だからこいつがね、敵陣にガーッ突っ込んでって、で、バー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 って撃てばね、敵全滅じゃないですかっていう。すごそう。すごそうでしょ？だけど、中を見てほしいんですよ。ここの部分なんですけどね、これ蓋を取った状態ですね。はい、走り方が、このクランクを人が回せって言うんですよ。ね、こういう風に、こういう風に回すの。そうすると、こういう歯車が、回るんですよ。歯車に対して、車輪を直行してる、こういうことですね、はい。それで走るって言うんだけど、このギアが、両方とも内側についてんだよ。そうすると、これ回すと、この車輪はこっちに回って、この車輪はこっちに回って、そうですね。進まねえんだよ。
で、これのやっぱり模型を考えた人もね、これ進まないですよっていう。このままだと両方とも内側に回るか両方とも外側に回るかで進みませんよと。だったら切り離すかギアをずらすかしないと進みませんよっていうことを言ってるんだよ。で、もっと不思議なのは、だったら車輪直接回せばよくね。その方が絶対エネルギー効率もいいんだよね。まず それにしたってさ、ゆっくりしか進まないだろうけれども、なんでここを一回直行させる必要があるんだっていう感じなんだけど、レオナルドね、水平垂直変換すごい好きなんだよ。山ほど考えてるんだよ。水平垂直に限らず、あの、傘歯車って言って角度つけて回したりとか、要するに運動の方向を変えることにすごく興味があるんだよ、この人。だからね、ついこの方がすごそうだと思ってやったらね、進まなくなっちゃったんだよね。で、まあ、仮にこの模型とかはそうなってるんだけど、進むようにしたところでだね、敵の弾を跳ね返すように、ここ鉄板とか結構な板張ったりしてるわけですよ。重いよ。大砲こんだけ積んでんだから。それをさ、この真ん中で人がこうやって回して、進まんだろうっていう話なんですよ。で、これもまたほら、一回撃っちゃったとまた、まあこういう順番に弾込めしていけばいいのかもしれないけどさ、回してる人以外に一体何人乗んなきゃいけないんだって話じゃん。どんどん重くなるじゃん。だからもう最初から作られもしないわけですよ。ちなみにこれも戦車なんだよ。これもまたほら、レオナルドの大好きな垂直水平変換やってて、今の車のギアと逆で、これはもう動力馬ですよ。こいつが回転すると、垂直の回転がこいつが水平に変換して、これに伝えて、で、こいつがまた向きを変換して、歯がブン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 。ぐんぐん扇風機みたいにここで回る。で、相手をなぎ倒しながら進む。ちなみに後ろでも こいつが回るみたいな。運動の方向転換大好きなんだよ。で、それをするたびにエネルギーをロスするっていう発想が全くないんだよ、この人。